はい、I love you、 エミヤンです。今日ねちょっと珍しいチェンマイ、聞こえますかね、プップップップってこうクラクション鳴らして車の前後に、タイ語で何か書いてあるでしょ。これ何ですかっていうと、王族に対するデモのようです。うん、日本のねデモとはちょっと違って、車に乗ったままバイクに乗ったままクラクションを鳴らして、市内を走りますよってね、うん、はい、側道からね、デモ隊を応援してるんですけど、ちょっと待ってね、もうちょっと、東に向かって北上するとターペーモンがありまして、その近くではねもう少しデモらしい、姿が見えると思いますよ。はい、東の角っこに差し掛かって左折してということは北に向かって北上しますよ、ね、はい、このまままっすぐ行くと観光の中心地であった、ランドマーク的存在ターペーモンがございますよね。あそこに貧しくなったなって人たちが集まっています。行ってみましょう。はい、レッドシャツだんだんね、デモらしくなってきました。赤いシャツということは、王室に反対してますよという色でよろしいですか。黄色いシャツが王室寄りですよ、私は。ってね、赤シャツ、イエローシャツ、その二つに分かれますよね。タイのデモ隊というのは、はい、やってまいりました。ドン、ご覧ください。何百台、何千台というね、バイクの群れが、チェンマイ市内をぐるぐる回っているんです。ね、よく見ると、三本指を、天に掲げるというね、そういう共通の合図があるようで、それが、王室反対、いい加減にしろということなのか、ね、ちょっとね、うちの妻の家系は王室寄りで、どっちかというと反対なんでね、こういう活動に反対、ね、王様あっての私たちなのよってね、そういう古い保守的な考え方でして、うん、ね、ママ、あの三本指なんなのってね、知らないわよ、ふーとか言ってんじゃないわよみたいなね、露骨に怒っていて、あの三本指どういう意味なのって聞いても教えてくれませんでした。ふーだね。よく見てもらえるとわかると思うんですけど、綺麗な女性がたくさん参加していますね。ね、うん、ここぞとばかりにこういう活動にね、参加してくる、まあ、ナウシカのようなね、気質の女性をよく見かけたかな。彼女たちはナウシカではないね。そういう女性を探しながら、デモ隊の後、M ヤンゆっくりついていきました。ね、バイクでね、こうやって皆さんの後をゆっくり走っていますと、やけにいい匂いがしたかなというのが、それが率直な M ヤンの感想でして、最近のチェンマイはこんな感じ。はい、向こう側を見て、向こう側、お堀の向こう側にもたくさん何百台というバイクがね、走っていますでしょ。まあ、貧しくなったよね、みんな。というよりは、遊びがない。つまんないんだよね。どうにかして王様。